はい、どうも皆さん、こんにちは。ゆずこです。それでは今回なんですけども、PayPay ペイペイ銀行開設で最大1500円もらえる、すでに解説済みの方向けのキャンペーンもありということで、今回は PayPay ペイペイ銀行のキャンペーンについてですね、この動画では PayPay ペイペイ銀行を新規で開設される方であったりとか、ま、すでに解説されている方向けにキャンペーンをお伝えします。結構ですね、条件とかも簡単にクリアできそうなキャンペーンですので、ぜひ最後まで楽しんでいただければなと思います。それでは、行ってみましょう 今回お伝えさせていただくキャンペーンなんですけども、先ほどお伝えしたように今回大きく2つに分かれます。まず最初は PayPay 銀行をまだ開設されてない方向けのキャンペーンですね。そのキャンペーンっていうのが今現在開催中の夏の PayPay 祭りのキャンペーンの中に含まれておりました。まあ先日ですね、ツイッターの引用リツイートをさせていただきまして、そこで僕も初めて知ったんですけども、なかなか結構熱いキャンペーンでございます。そのキャンペーンではこちらなんですが、新規講座開設キャンペーンということで、PayPay からのお申し込み限定合わせて 最大1500万500円もらえるっていうこれ冷静に考えてめちゃくちゃ熱いですよねまあ、これまでねちょくちょくペーペー銀行のキャンペーンは熱いキャンペーンあったんですけども1500万500円って結構大きなキャンペーンの一つかなと思います それではキャンペーンの内容ですね。見ていきましょう。このキャンペーンのページから少し下に下がっていただきまして、この1万500円の内訳というのはご覧の通りとなっております。まずペ、PayPay イペイ銀行口座開設プラスペ、PayPay イペイのチャージ用口座登録として登録をした場合は、漏れなく500円がもらえます。なので、口座開設プラス、スマホ決済アプリの PayPay ペイペイと連携すれば500円なので、条件はめちゃくちゃ簡単ですよね。で、それとさらにですね、この毎月給与受け取りとして、一度に10万円以上、振込入金を含んで、 1>, 1万円をもらうことができます。 毎月1000円かけることの10ヶ月でこれです。1万円ということですので、まあ、冷静に考えたら、まあ、ちょっとね、登録とか、まあ、手続きとか踏まえたら、給与受取をペイペイ銀行にするのはちょっと面倒かもしれないんですけども、それだけ行えばね、毎月1000円がもらえるって考えたらめちゃくちゃ熱いですよね。で、講座解説の申し込み期間なんですけども、すでに始まっておりまして、7月の25日、日曜日までとなっております。で、申し込みはですね、予定数に達し次第、早期終了もありということでございますので、まあ、結構ね、すでに僕の視聴者さんの中でも p a y p a 銀行をま解説されている方は多いのかなと思うんですけども、まだ開設されてない方は結構なるはやでね。取り組むのが一番ベストだと思います。で、キャンペーンの日程の流れなんですけども。とりあえずこの25日までの間に口座開設か申し込みを行うとでその後にですね。8月末に paypay 銀行のチャージを口座登録として、ここで500円がもらえるとそこからですね。2021年の9月から2022年の6月末までの各月に一度に10万円以上の給与を受け取り、振込入金含。む最 1万円ということでございます。なので先ほどもお伝えしたように毎月1000円がもらえる ×10 回ということですね。で今回ねポイントとなるのはここなんですけどもこの給与受け取りというところですね。まあ、その給与受け取りについてまあ、よくある質問の中にこういった Q&A が出ておりました。給与受け取りとはどのような入金ですかということでまあ、ご覧の通りですね明細の適用欄の先頭に給与振込もしくは適用欄に給与キユウ用のいずれかが含まれる入金が対象ですとまあ、例えば給与振込みペイペイ銀行 かとかもう一つは振込 PayPay ペイペイ銀行起有用っていうこういった風うに、まあ、記載があればそれが対象ですと。 ですけども中にはですね、ここに出てるように、給与受取ができない場合、どういったような入金が対象になりますかというところも出ております。その詳細がここなんですけども、解説した口座への振込入金が対象です。なお、振込元の金融機関、振込方法は問いませんということですね。まあね、受け取り方っていうのは結構本当に人それぞれバラバラだと思うんですけども、この振込の対象というのは結構厚いですよね。また、振込手数料は各金融機関の手数料となりますと。 ATM からの入金は対象外ですということでございますので、いわゆるそういったチャージとかでもらえるというわけじゃなくて、あくまでも、まあ、給与受け取りをするか、振り込みでもらうかっていうね。なので、まあ、普段ご自身が使っている口座から、PayPay 銀行にまあ振り込みをすれば、まあ、おそらくそれも対象になるであろうというようなニュアンスの書き方かなと思います。 ま正直ね、まあ、結構ふわっとこう記載されてるので、もし心配な方は一旦ペイペイ銀行とかに問い合わせて確認するのが一番ベストかなと思います。で、キャンペーンの所在はですね、下の方に結構いろいろと出ておりまして、このプレゼント時期なんですけども、条件1の,あの500円の方は9月の中旬頃にもらえます。で、条件2の毎月1000円に関したら、条件達成月の翌月の中旬頃に。 入るみたいですね。で、どこに振り込まれるのか、どこに入るのかと言いますと、ここにも出ているように解説されたペイペイ銀行の普通預金口座に入金されると。で、細かいね日程などに関してはご覧のように出ておりますので、ここをぜひチェックしておいてください。まあ、このピンクのところがいわゆるその口座を申し込む期間と。 で、条件1の PayPay 銀行と PayPay のチャージ用口座登録として、それを連携することのキャンペーンですね。で、条件2に関したら、毎月1000円がもらえるキャンペーンということでございますので、まあ、こういった日程を踏まえた上でね、ぜひ給与受け取りを PayPay 銀行の口座に変えてみる、もしくはまあ、振り込みをこの期間に行うというところを、ぜひ、ご自身でチェックしてみてください。 でですね、ちょっとこのキャンペーン参加する上で、この特典申請の対象外の項目、これもですね、事前にチェックしておいてほしいんですけども、例えば2021年1月以降に PayPay ペペ銀行の普通預金口座を解約して、再度口座開設をされた方、まあこういった方は対象外になると、あとはここが一番重要なんですよね。同時期に開催されている異なる特典ページから PayPay ペペ銀行口座開設された場合ということでございまして、これちょっと後ほどもお伝えするんですが、いわゆる銀行口座とかの開設するときって、 僕のチャンネルでは、まあ、ポイントサイトをお伝えすることがすごい多いんですけども、そういった別のサイトから登録された場合、そういったものでは特定の対象外ということでございますので、あくまでも PayPay ペイペイの公式のページからちゃんと作ってくださいというところがポイントとなります。あと、ここも重要ですね。2021年8月31日時点で PayPay ペイペイアカウントから PayPay ペイペイ銀行の登録が解除されている場合ということで、まあ、ここのね、連携を解除する理由ではないと思うんですけども、とりあえずこの日までね、連携しておいてくださいということでございますね。で 実際の講座解説の方法なんですけども、まあ、すでにね、僕の場合は PayPay アプリをインストールしてる状態なんですが、ここの右側にですね、チャージという項目があるので、ここをタップすると、このようなチャージの画面が出てきます。で、ここで,ですね、PayPay 銀行を登録という項目があるので、ここをタップすると、まあ、こういったキャンペーンページが出てきます。先ほどお伝えしたページですね。そこからですね、講座解説を申し込む外部サイトというところがあるので、ここをタップしたら、こういったページに切り替わりまして、この段階で PayPay 銀行の申し込みを行うと。そうすれば 交差、ね、解説が簡単に行うことができます。 でですね、今お伝えしたキャンペーンと合わせてですね、今現在 PayPay 銀行ではキャンペーンがいろいろと出ております。例えば、この PayPay 銀行のカード発行されて、この Visa デビットカードがあるんですけども、そのカードを3回利用したらですね、もれなく1000円がもらえるキャンペーンも開催中でございます。これは基本的には常に開催されておりまして、他にもこれは期間限定にはなるんですけども、Visa デビットカードで毎月1等で10万円もらえるキャンペーンというのも出ております。これはちょっと抽選のキャンペーンになるんですけども、7月31日まで開催されてます。 中でございますのでぜひですね、まあ、カード発行されて参加される方はぜひキャンペーンページを見ておいてくださいここまでお伝えして実際にペイペイ銀行のメリットってあるのという風うになると思うんですけどもまあ、僕なりに3つピックアップをさせていただきまして例えば1つ目なんですけども毎月最初の1回の入金出金ってのが手数料0円で行うことができますまあ、正直ねもう僕のチャンネル見ていただいている方であればもう手数料無料でいろいろ使うことっていうのは人それぞれ結構ご存知の方多いと思うんですがまあ、キャッシュレスにねすごい特化はしてるので ですけども、この PayPay ペペ銀行の場合はね、入金出金っていうのが、1回であれば、まず0円で行うことができます。で、さらに、3万円以上であればですね、手数料無料で手続き、まあ、3万円未満であれば165円から、ま、手数料かかったりするので、まあ、正直ね、僕の場合は、ATM 月に1回使うか使わないかぐらいで今生活をしてるので、で、しかも、1回使う時が3万円以上とかになるんで、ちょうどね、これに該当するっちゃするんですよ。なので、本当ね、手数料無料で使うことができるっていうのはかなり強いです。あ、ちなみに、セブン銀行 ATM とかを使って入出金をすることができますカードいらずでスマホだけで手続きができますでもう一つは PayPay アプリから出金の手数料が無料なのっていうのが PayPay 銀行のみなので なので、現金を使いたいときは、PayPay アプリに現金をチャージして、そこから PayPay 銀行を使って、セブン銀行 ATM を経由して、まあ、お金を下ろすことができるっていうのはね、かなり強いので、まあ、他の銀行の場合は一部手数料かかったりするんですけども、まあ、それを踏まえた上でも、やっぱり PayPay 銀行はかなり強いかなと思います。まあ、ここまでがですね、PayPay 銀行をまだ解説されてない方向けのキャンペーンなんですけども、ここからはですね、すでに解説をされてる方向けのキャンペーンになります。それがこちらですね、当選確認アプリ、初めてのログインで必ずもらえるということで、そうなんですよ。 誰でももらえるんですよね。もらえるのは、ペイペイボーナス200円分、もしくは、セブンプレミアムワッフルコンミルクバニラというね、まあセブンイレブンの商品だと思うんですが、まあそういったものがね、もらえるキャンペーンになっております。このキャンペーンエントリー必須とななっておりまして、8月の10日まで開催中のキャンペーンでございます。で、キャンペーンの参加方法がめちゃくちゃ簡単でございまして、まずは当選確認アプリっていうのを インストールしていただきます。iPhone 版と Android 版ございますので、こちらから、まあ、QR コードを読み取ってインストールをしていただきまして、ステップ2でエントリーして、まあ、商品を選択すると、このエントリーのところから入っていただいて、まあ、後ほど僕も実践するんですけども、A 賞の PayPay ボーナスか、B 賞のセブンプレミアムワッフルコンミニクバニラ、どちらかをもらあの選んでいただくと。順番はどっちでもいいみたいですね。ダウンロードとエントリーは。で、その後に9月下旬にメールでプレゼントがもらえるっていうような流れになります。まあ、当選アプリっていうのは何っていうことで、いわゆるその PayPay 銀行で 入したロトトトナンバーズビッグトの当選結果を簡単に確認でできる無料アプリとということでま正直ね、僕は全然ギャンブルしないんですけども、今回はこのアプリを入れる、そしてエントリーするっていうのが条件なので、わざわざこれをしないといけないっていうわけではないみたいです。このキャンペーンに参加できるのは対象者として PayPay ペペ銀行の普通預金口座をお持ちのおこちのお客様ということでございますので、基本的にはね、おそらく誰でも参加できるかなと思ってます。で、早速ですね、僕もこのアプリインストールしてみまして、この当選確認というアプリで可愛くね、 ペイペイのマークが入っております僕 iPhone ですのでここの App Store の入手から入っていただきましてうまくインストールができましてアプリを開くといろいろ利用規約が出てくるので一番下の同意しますというところをタップしてあとは PayPay 銀行の情報をですねこれらに入力していただいて次へに進みます そしたらですね、もろもろ入力し終わったら、これで当選紹介っていう、まあアプリがこれでインストールが完了ということですね。めちゃくちゃ簡単です。で、その後にですね、キャンペーンページ、ウェブページに一旦戻っていただきまして、もうアプリのダウンロードは終わりましたので、次にエントリーを行います。画面を下に下がっていただくと、このエントリーするっていうところがあるので、ここをタップすると、再度で,ですね、PayPay 銀行のログインの画面が出てきます。一旦ですね、ちょっとログインした時に、二重でログインしてますよみたいなメッセージが出てきて、10分後にですね、もう一回ログインをし直したらですね、まあ、うまくログイン ができましてでこの画面からですねまた下に下がっていただくとまあ、商品を選ぶ項目が出てきますので僕は今回は PayPay ボーナス200円分を選びましてその後にエントリーするをタップしますそしたら確認画面が出てきますので問題なければこの次へをタップしてこれでエントリーが完了ということでこのキャンペーンに参加ができたということになりますめちゃくちゃ簡単ですねそれでは今日お伝えしたキャンペーンをですねサクッとまとめていきましょうキャンペーンの流れとしたらですねまずはですねスマホ決済の PayPay がまだ登録の方はですねまずそれを登録していただく インストールをしていただくとその後に僕が先ほどお伝えした PayPay 銀行の解説の方法ということでまチャージ項目から入っていただいて PayPay 銀行の解説をしていただくとで次に PayPay のチャージ用口座登録として PayPay 銀行と PayPay を紐付けしてそしたらまずは500円がゲットすることができましてそしてま今回のメインでもある給与振込もしくは他校からの振込で10万円以上行うことによって毎月1000円がもらえるこれがかける10ヶ月分できるので まあかなり熱いキャンペーンとなっております。で、先ほどお伝えしたような他のキャンペーンとの併用、まあ、参加もできますので、それも合わせれば結構、 お得に、ね、参加で、きるようなな感じにもなっておりますねで先ほどもお伝えしたように、このキャンペーンのですね、まあ注意点なんですけども、ポイントサイトからの経由っていうのはキャンペーンの対象外となっておりますので、あくまでもスマホ決済のアプリから入っていただいて、そこから PayPay ペペ銀行の開設を行ってください。で、すでに PayPay ペペ銀行開設されている方向けのキャンペーンなんですけども、流れとして、まずは当選確認アプリっていうものですね、インストールしていただいて、その後にキャンペーンページでエントリーを行うと。で、2種類の PayPay200 ペペ円分を選んでい いただくかセブンはフルコーン、まあ、どちらかを選んでいただいて一つを選択しますその後にまあ9月下旬にメールでプレゼントがもらえるということでございますので、まあ、忘れた頃にもらえるのかなというふうに思います、まあ、そんなこんなで今回はペイペイ銀行のキャンペーンを2つお伝えをさせていただきました まあね、先ほどお伝えしたこの新規の講座解説キャンペーンについては、今までまあ聞いた中では1万500円って結構一番高いかなと思います。これまで確か4500円とか、まあそれぐらい、それでもめちゃくちゃお得なんですけども、もしね、そのキャンペーンに乗り遅れたっていう方がいらっしゃったら、今回は結構絶好のタイミングかと思いますので、まあ、ぜひですね、まあまだ解説されてない方はです、ね、ぜひ参加してみてもいいと思います。 で、すでにね、もう PayPay 銀行持ってる方いらっしゃったら、とりあえずアプリインストール、そしてエントリーすればどちらかがもらえますので、まあぜひね、サクッとこの動画を見た後に参加をしてみてください。で、先ほどお伝えしたキャンペーンページ、それぞれ貼っておきますので、概要欄に。気になる方ぜひチェックしてみてください。で、さらにですね、PayPay アプリインストールがまだの方いらっしゃいましたら、こちらもキャンペーンが行われておりますので、 僕の招待コードから登録していただければ、PayPay ペペボーナスをもらうこともできたりするので、まあそれを踏まえて概要欄を見ていただければなと思います。ということで、本日の動画は以上です。ご視聴どうもありがとうございました。